アメノタジカラオの神造店岩戸神社、西本宮店岩戸を引き開けるタジカラオ、アメノタジカラオの神は、日本神話に登場する神。古事記では、アメノタジカラオの神、日本書紀では、アマネタジカラオの神と表記される。別名に、たタクマしい命があるが、アマネ門別神の別名にも大クズ命、立ち貫を吸う命があるとされる。餅月氏のケ図では、 新婚命の孫で、帰国像、爪高連のの外されるが、新先生資録では、新婚命の子で、爪高連のの外されており、両書でほぼ同様の内容を伝えている。また、新先生資録では、天根の御ほ命が小しべ大いの外、見える。大和資料に引用された、インベシア庁によると、天八一思命の子供で、八宿の塩素であるというが、 おたり調子系図には八石剣命の子に天氷春命とあり、雨の田らをの人の名は見えない。岩戸隠れの際は岩戸の脇に控えており、アマテラスが岩戸から顔を覗かせたとき、アマテラスを引きずり出して、それにより世界に明るさが戻った。天孫降臨の際、アマテラスが三種の神器に重い金、田らをアマネ席門別神を添えたとあり。 その後伊勢の佐奈県に鎮座したとしている。長谷山口座神社は、元伊勢の四季元京の本伝承地と言われ、鎮座地のあざ名は、田地からおのとい,い、水仁天皇の代に、山と姫命を見つえとして、約八年間、天照大臣を祭り、当時、神奈柄としてこの地に、天田地からおの神を、北の山の中原に、高畑寺姫命を祀る二柱を鎮座せられたと言う。 戸隠し神社については、田地カラオが放り投げた岩戸の扉が、品の国戸隠し山に落ちたという伝説がある。ありがとうございます。